Trudeau and the referee, Luis Silberman of Venezuela, called the fight even. It was very close, 148-147 by Ken Morita and 146-144 by Judge Barakal, and Silberman calling it even. And so Masashi Trudeau wins the fight. はい、工藤さんの防衛戦が3月14日に決まりました。挑戦者は世界同級5位、アルゼンチンのマヌエル・ゴンザレスですね。で、試合のレビューが書いてあるんですけど、ほとんど工藤さんのインタビューと、現地のゴンザレスのインタビューの記事になります。ちょっと読んでいきます。当初は、小坂会長は、世界同級8位のエックハルト・ダッケ、西ドイツを考えたそうだけども、ダッケは欧州スタイルで、マッチョリと引き上げていると。派手な内容ではないが、大型の感じでやりにくそうなのでゴンザレスに決めたと。じゃあそのゴンザレスは一体どんな選手なんでしょうかというのは書いてますね。で、工藤さんとしては、ゴンザレスは46戦43勝 12KO3 分けと聞いているが、12KO 中 TKO が7ということは、いわゆる一発パンチではなく、スパイダーの根本君式にしつこくこれでもか、これでもかと迫ってくるタイプではないかと言っていると。で、小坂会長は、ペレス、パスカル・ペレスですね、ペレス以来、中南米の選手は思い切り手数を多く打ってくるタイプが多いように思うと。ゴンザレスもじわじわと痛みつけての TKO 勝ちが多いのではないかというふうに言ってますと。で、ゴンザレスは、デビューしてから3年後ですね、アルゼンチンのジュニアメダル級チャンピオンになっています。で、78年の5月、工藤さんに挑戦するのが79年の3月なので、1年前ですね。78年の5月にはブラジルに渡って、南米チャンピオンになっていますと。トレーナーですね、アルゼンチンでも有名なフランシスコ・パコ・ベルムデスと。これ知らないんですけど、かつて藤田健を KO で破り、日本から世界タイトルを奪ったニコリノ・ローチンのトレーナーとして、ご記憶のファンもいるだろうというふうに書いてますね。はい。
アルゼンチンのエル・グラフィコ氏から送られてきたレポートの中で、挑戦者は以下のような方法を語っていると。工藤がどんな選手かはわからないが、多分私が勝つだろうと。南米タイトルをかけブラジルに遠征した時、血だらけになりながらもベストを尽くして勝っているように、他の国で戦うことに不安はないと。ベルムデスやレクトールって誰でしたっけ？アルゼンチンのいっぱい世界チャンピオンを育てたマネージャーでしたっけ？確かその気がします。が作戦を教えてくれるだろうが、私としてはベストコンディションで戦うことだけを考えていると。工藤の夢はよく見るが、それはいつも私が勝つ夢さと言っていると。なるほど。で、ゴンサレスに関して工藤さんは、相手はどちらかといえば攻撃型というより、ディフェンスの良いタイプだと思うので、左を多用してアウトボクシングし、ワンツーストレートで攻めるつもりだと。自分のペースに持ち込めば KO もできると思う。そのため、ワンツーストレートと左ショートフックの打ち方を特訓している。離れたら足とワンツーを使ってアウトボクシングし、くっついてきたら手数を出しながら、もみ合い戦法でしつこくやろうと思う。これは画素戦や情報戦で経験済みだし、レスリングの経験を生かしながら突破口を開く。それにゴンサレスは、パンチのある相手と思えないので、割とリラックスした気持ちで戦えるだろうと言ってますね。で、ビデオテープなどあまり頼りにする気はないということを言ってると。で、小坂会長曰く、今度は王者としての真価を発揮してほしいと言いつつ、工藤は後退するときまっすぐに下がる癖があり、そのときパンチを食ってしまうと。地方戦ではやれなかったが、まっすぐ下がらず、横にステップして左ストレートを決めるなり、接近したら腰を落として相手のインサイドに入り、左右のショートパンチと右をスパッと出せば倒せると思うと言うと言ってますね。でもそうでしょうね。ディフェンシブなタイプなんだろうなって予想してるってことですよね。なのでこういう戦法でいくと、まあまあいいかなと思いますね。はい。で、この専門誌は最後は、マヌエル・ゴンサレスは、同国人のミゲル・カステリーニに続く2人目の世界ジュニアミドル級チャンピオン座を狙っていると、こういうふうに書いてますね。はい。
brings Kudo on. Gonzalez, bobbing and weaving well. Kudo keeps him on the ropes. Kudo's second title defense. He won a split decision his last time out against Juho Im of South Korea in December. Gonzalez on the attack, scoring. Final seconds of round 10. Another good left jab. Cut over the right eyebrow of Gonzalez. It may have come from a butt. Some of that furious infighting in the 14th round. And the champion Kudo on the attack with the crowd behind him here in Tokyo. He's in the white trunks on the right of your screen. Gonzalez, on our cards, has won most of the last six rounds. And this is going to be a very close decision no matter what happens. Champion Kudo showing a little more strength here in the final round as he tries to finish well. Trying to keep Gonzalez on the ropes. Both of them have been throwing punches like this all during the course of the fight. Kudo scoring with a combination. Gonzalez trying to fight his way out of the corner. And he does with a good left jab. That's been his best punch. Kudo leading on him. He's tired. But he is showing that little extra here in the 15th. Perhaps feeling he may be in trouble with the decision. An overhand right scored by Gonzalez. These two fighters have put up a great show here in this WBA Junior Middleweight Championship. Most of the fighters have been in the middle of the ring. That's where Gonzalez has been most effective. Kudo gets him over on the ropes where he wants him.試合の内容ですね、動画がないので記事をちょっと読んでいきます。工藤命びらの王座刺繍って書いてますね。最終ラウンドですね、最後の力を振り絞るようにして積極的な攻撃を展開した工藤にはタイトル絶対刺繍の危機迫るものを感じられたと。工藤のパンチをかわすゴンザレスにミスブローを繰り返したが、ゴンザレスをロープに押し付けては再三右ストレートをヒットした。ラストラウンドのリングへ工藤を送り出すとき、赤コーナーではこのラウンドをイーブンに持っていけば悪くても引き分け、ポイントに結びつければ判定を固いと読んでいたようだと。おお、14ラウンドまでの採点経過の情報は多分工藤陣営に伝わっていただろうと。長丁場の15ラウンドが終了したとき、別人のような顔になった工藤がうなだれてコーナーに帰ると、高橋マネージャーが
勝った勝ったと言わんばかりの笑顔で工藤を迎えたと。工藤には勝利者らしい胸を張ったポーズはなかったが、てんてんてんと書いてますね。で、ゴンサレスの方は、肩車をされていたと。こちらは試合前の回とほとんど変わっていないと。実は10ラウンドあたりから、ゴンサレス陣営では、ヌエーボカンピョン、新チャンピオンという言葉がささやかれ、それが次第に叫び声となってボリュームを上げていたと。アルゼンチンから派遣された15人以上の記者も、すげえな、注目されてるんですね、15人以上。ヌエーボカンピオンを連呼していたと。試合自体はゴンサレスに分のあるような試合内容ではあったと。方法。しかし、レフリーのベネズエラ、スルバランは、工藤と指をさしたと。なんで、工藤さんが勝ったよということですね。で、初来日のゴンサレスについては、いろんな見方があったと。テクニシャンと見る声が多かったよと。で、ずっとゴンサレスを育ててきたフランシスコ・パコ・ベルムデス、藤武氏を倒したニコネ・ノローチのトレーナーが言うには、ゴンサレスは藤武氏のファイターの面とローチのテクニシャンの面を兼ね備えていると。3300キロ、36時間もかけて、すげえな、36時間。地球の反対側からやってきたのは勝つためであって、負けるためではないということを言っていたと。で、実際に、公開練習をしました。で、そこでのゴンサレスですが、藤武氏のハンマーパンチには遠く及ばなかったというふうに書いてますね。で、公開練習でスパーリングパートナーを務めたジェームス・キャラハンは、工藤とも7日間スパーリングをやっているので、両者を比較するには最適任者であったが、そのキャラハンが言うには、ゴンサレスのパンチはスピード、パンチとも大したことはないと。威力の点では工藤さんの方が上だと。おお、あえて言えば左の使い方がうまいが、見えないパンチではないと。力から言って、工藤さんが負けるとは思わないと。いうことを言ってると。おお。で、工藤側の小坂会長も、想像していたほどには怖い選手ではないと。彼の左さえ外せば、後のフォローするパンチが出ない。今日は実力を隠していたとしても、右を打つとき、左のガードが下がる癖は試合では治らないだろうと。工藤は相手の右や左に抜けながら、右ストレートを打つ練習をやっているので、ゴンサレスの左が下がったところへ、右ストレートをガチンと決めてやれば、ゴンサレスも出てこれなくなるだろうと言っていた。一方の、ガッツ石松さんは、ゴンサレスを甘く見ていたらとんでもないと。なんと言っても気に入ったのはあの細い足だと。これはよく走り込んでいる足だし、スタミナも十分だと思うと。次にゴンサレスの左をもらうようだったら、右ストレートも打たれそうだと。あの右には威力がある。それと左のボディーブローが重いと。一言で言えばテクニシャンだが、工藤君が勝てない相手ではないはずだと。アドバイスをするならば、左ジャブを食わないこと、接近したらいつものくっつき戦法でいけということを言ってますね。アルゼンチンの選手は練習の時にあまり見栄えが良くなくても、いざ本番になると意外な力を発揮するという共通点があるような気がするというふうにこの記事を書いた人は言っていると。パスカル・ベレス、あるいはノンタイトルでは田辺清に負けながら、本番のタイトルマッチでは、海老原寛之に2度も勝ったオラシオ・アカバロ。練習ではそれほど強いとは思わなかったニコレノ・ローチなどの例があるということを言ってますね。で、実際にゴンサレスも本番の方が良かったと。来日以来、ゴンサレスを見続けてきた極東ジムのミラトレーナーが、接近した時に打つ左パックがいいと言っていたが、確かに接近したらうまかったというふうに書いてますね。で、工藤さんとしては、この試合でチャンピオンらしい試合をしようという意気込みは感じられたと。で、試合が始まりました。開始早々でまだエンジンがかからないのか、工藤の動きには鈍さが見られたが、いきなり打った右ストレートが当たったと。ゴンサレスはほとんど手を出さなかったということを書いてますね。2ラウンドからジャブを使うようになった工藤だが、クラウチングスタイルのゴンサレスは、左右フックを軽く顎へ放ったほか手数が少ないと。工藤の左から速い右ストレートがヒットということで、工藤さんが先に仕掛けてるよってことですね。しかし、例によって顎が上がり気味の工藤は、相手のパンチがかすめただけで大きくのけぞるシーンが出始めたと。そう、こういうシーン多いですよね、工藤さんって。それは確かに気になるなと思いますね。大したパンチはないんですよ。なんですけど、顔がグーンとこうのけぞっちゃうんですよね。先手先手とパンチを出して、手数の少ないゴンサレスよりも積極的ではあったと。ただ距離の取り方が悪く、右ストレートはゴンサレスの頭上で流れくることが多かったと。
一方のゴンサレスは飛び込んで左フック離し、接近すると細かいパンチを内側からボディに集め、あるいは工藤にロープ際に追い込まれるとくるりと体を入れ替えるテクニックを披露したと。なんとなく想像できますね。先に攻めるのは工藤さんなんだけど当たらないと。で、ゴンサレスは細かいパンチを出すと。で、ロープ際でうまく体を入れ替えるということですね。ゴンサレスが尻上がりに調子を上げ、特に接近してのうまさが目立ち始めると、工藤はスピードについていけず、大きくのけぞるシーンが多くなった。口を開けて戦う工藤の口の中が呆れ、苦戦の様相を呈してきたと。変化に富んだゴンサレスはテクニシャンの本領を発揮し、中盤は有利に戦ったと。なるほど。なんとなく想像つきますね。そして終盤、手数の工藤、正確さのゴンセンスといった形で、ますます白熱した打ち合いを展開と。打たれざまの悪い分だけ悪い印象を残しながら、工藤は必死にゴンサレスをロープに追い詰めたと。なんとなくありますね。打たれざまの悪いだけ悪い印象を残しながらっていうことですね。想像つきますね。リング中央での戦いでは、ゴンサレスのカーリングの速さについていけず、ロープに押し付けての連打だけが工藤の取る戦法だったと。引き出しがあんまりないってことですね。13回から顔の腫れが目立ってきた工藤は、ゴンサレスの細かいパンチで意識が朦朧となったかに見えたと。それでも最後まで積極的に先手を取っていたのは工藤だったと。いかにも日本人対南米の人っていう感じですね。記者席の採点では、ゴンサレスの勝ちと見る声が支配的だったが、終始アグレッシブに戦った工藤の構成をポイントと取るか、顎をのけぞらせ、顔を腫らした工藤の無残な姿が不利に作用するかが微妙なところだったと。審判団は主審がベネズエラ、副審が日本とパナマの3者だと。結局、ベネズエラのレフリーが引き分けた以外は、日本人ジャッジは1点差、パナマ人ジャッジは2点差で2対0の判定勝ちで工藤さんということですね。で、負けたゴンサレスは、盗まれた、泥棒だと泣きわめいたと。その悔し涙はわかると。宙に当たり散らしたい気持ちも痛いほどわかると。しかし、勝ちを拾ったというよりも、もぎ取った感じの工藤の涙は何だっただろうかと。なるほどね、もぎ取った。なるほど。工藤さんよく、もう夢中でわからなかったと。すいません。技術的にもキャリアでも歯が立たなかった。根性だけでは戦えないということを言っています。口の中が切れ、唇がめくれ上がった工藤の涙声は小さくて、ボソボソとしていて、陽気に聞き取れないと。負けていたとは言わなかったが、敗戦を認めたセリフが続いたと。ダウンしかかった時は、子供の顔が浮かんだと、またも涙だ。ダウンしかかったってことですね、じゃあね。一応2度目の防衛戦は成功したけれども、WBA からは90日以内に2位のアユブカルーレとの対戦を義務付けられていると。工藤の前途は多難なようであると。こういうふうに書いてますね。なので、よくありがちな感じの試合だったんだなと思いますね。攻勢を仕掛けるでも、けれども当たらないと。で、交代しながら細かいパンチを出すと。そのパンチは割と食ってしまうと。で、食い方が悪くて、大したパンチはないんだけれども、ジャッジの印象が、これはかなり打たれてんなというふうに思われてしまうということですね。ガゼット座談会ではどうだったんでしょうか。物議を醸した工藤の防衛って書いてますね。郡司さん、世界ジュニアミドル級タイトル戦でチャンピオン工藤が2度目の防衛に成功しましたが、これについてだいぶ物議を醸しているようですがって書いてますね。志村先生、僕もそうだが、ゴンサレス勝ちと見る方が多いんじゃないかなと。石川、僕は工藤の勝ちと思うねと。松永、私はあの日はちょっと離れた場所で見たんですが、遠くから見たら限りでは工藤の勝ちと思いました。第一、挑戦者があんなに消極的では、今までの例から見て、小熊の場合もそうですが、挑戦者の勝ちはないと思います。あれでは最後まで頑張った工藤はかわいそうです。しかし前例から言っても、それならオーストラリアでの原田ファミション戦で、なぜ、もっとマスコミが騒がないのか不思議ですよ、ということを言っていると。志村先生、今度の場合、2人とも右をほとんど使わない、左だけですよと。その左を比べた場合、問題にならないほどゴンサレスのが当たってるんだからと。関根、技術的に見て違ってるし、工藤のパンチはほとんど跳ね返されてますから、工藤の勝ちはないですよと。松永、テレビやリングサイドではなく、少し遠かったので、それを言われると弱いけど、悪くて引き分けかなと思いました。こ
この人は引き分けかなって言ってるんですね。志村先生、あれを工藤の勝ちにするようではボクシング界の進歩はないねと。もうそこまで離れてた、そこまで言うかって感じだけど、まあそれだけそういう内容だったよって志村先生は言ってるんですね。石川、そう言うが、あれを審判したのは日本人2人、中立国が2人だよと言ってるんですね。日本の森田健は工藤、ベネズエラは引き分け、でパナマは、工藤さんなんですね。志村先生、そこにはいろいろあるからねと。 そうなんです、いろいろあるんですよね。はい。石川、それはもう今に始まったことじゃない、世界中であることですよと言ってますね。松永、今までのことはあまり問題にしないで、なぜ今度だけあんなに騒ぐのか、それがわからないんですと。地元判定は半ば公然じゃないですか。それを思えば工藤の防衛でいいと思うんですと。地元判定、地元でやってるんだからさ、って言ってるんですね。石川、下田君は中立の審判2人が引き分けと2点差勝ちにしたのがいかんと言うんだね。日本のは別として。志村先生、そういうわけ、そういうわけ、そうなんだ。森田健が工藤さんの勝ちにしてはもうしょうがないよって言ってるんですね。残りの2人が引き分けと工藤の勝ちにするのはダメだよって言ってるんだ。もう一度あの連中もビデオを見るとわかると思うよと。山崎、挑戦者も工藤が最後にあれだけ出てきたんだから、もっとやるべきだったと思いますねと。関根、向こうはそんな無茶な殴り合いはしないで避けるだけですよと。小林、しかし避けるだけでは攻撃にならないと思いますけど。志村先生、スタイルの違うのは仕方がないが、スコアリングパンチの点から見て、挑戦者の方が多かったよと。カジマ、レフリーが工藤を一度叱ったよね。首を引っ掛けるなって。あれで工藤は負けると思ったが、彼は引き分けにしたから、あれは意外だったねと。レフリーの指示が入ったら、負けたんじゃないの？負けになってたかもって思ってたってことですね。高平、まあ僕もゴンサレス勝ちと見てるが、こうなったら工藤もこの次は、みんなからガタガタ言われない王者らしい勝ち方をしてみせてほしいねと。これ、補助戦の時も、次補戦か、の後もこんなこと言われてたような気がしますね。チャンピオンらしい試合みたいな。はい。郡司さん、次は90日以内に、アユブカルエとやることを義務付けられているので、工藤君としてはほっともしていられないと思うけど、なんとか頑張ってほしいですねと。しかし、人情としてもう一度くらい防衛させてやりたいですねと。小林、そのために工藤側もいろいろ頭を使ってるんじゃないですか。島村、そう、もう少し楽な相手とねと。楽な相手とねって言ってるけど、工藤さん、これ初防衛、2度目の防衛やってるけど、指名試合やってないんですよね、1回も。だそれやんなきゃダメなんじゃないのって気がするけど、それは違うのか。山口、白井君の時もそういう気持ちで選んだのがペレスだったよね。そうなんだ。安全牌で選んだのがパスカル・ペレスだったんだ。梶間、何しろ彼はアルゼンチンから外へ出たことがなかったんだからねと。ほうほう。だから楽な相手だぜというんでペレスを選んだんだ。志村先生、あの時デューク・チェリーのことは多少知ってたから、これは避けてこれならと選んだのがペレスで、随分それまで我々は会議を重ねたんだよと。だけど誰も彼について知らなかったんでね。だから未知数は怖いよ。カーン博士も文句言わなかったしねと言ってますね。だからそのフライ級の昔の選手で、デューク・チュリーだっていう選手がいたけれども、これはやばいと。なんだけど、どういう選手かよくわからないけれど、パスカル・ペレスっていうのは大したことなさそうだと。だってアルゼンチンから外に出たことないんだから、っていうので選んだんだ。はあ、はい。高橋、カーンさんももちろん勝てると思ったに違いないからね、と言ってるということですね。はい。これがファンの方の採点ですね。工藤ゴンサレスの採点と。これが私の採点表ですと書いてますね。ゴンサレスが149で工藤さんが138ですね。工藤選手の勝ちという採点は、あの具志堅対マルカノ戦のベネズエラ人ジャッジが出したのと同様に恥ずかしいものだと思いますと。この試合をテレビやラジオで見聞きしていたアルゼンチンをはじめとする外国の方々は、日本という国に対してどういう印象を持たれたでしょうか。私もあのベネズエラという国に法律などというものは存在するのだろうかと疑ったくらいですと。結果論としての地元判定とは思えませんと。あまりにも明白な内容だったからです。私がいつも正しい採点をすると信じてきたパナマの審判員にも裏切られたような気がしますと。
ゴンサレス選手側は断固 WBA に訴えるべきです。パンチのキレ、的確さ、手数、ディフェンス、どれをとっても工藤選手を上回っていたと思います。あの左ストレートは実に素晴らしいものでした。私はゴンサレス選手の誇りあるボクシング人生に汚点をつけてしまったことが残念でなりません。腐ってダメになってしまうのではと心配しています。どうかもう一歩頑張りしてほしいと願う次第ですということを書いてますね。これほとんど10対9をつけるっていう採点でこの人やってますね。で、ゴンサレスは2ラウンド取られたけれど、残りはもう取られたラウンドはないという採点なんですね。だからよっぽど差がある内容だったんだなってこの人は思ってるってことですね。だ多分これね、パンチの受け方が悪いんですよね、工藤さんって。のけぞっちゃうんですよね。だからそういうのも影響してんじゃないかなというふうに思いますね。はい。で、これ、この1戦目のところにコメントがバーって書いてあるんですけど、この人はね、ボクシング史上最大の詐欺だって書いてあるんですね。要は、ゴンサレスが勝ってたよって言ってるんですね。で、ここの下にあるこの人は、コッチとエデル・ゴンザレス並みの詐欺だぜって言ってるんですね。これ、なかなかだと思います。はい。Está desesperado por acabar con el campeón. Ahí está. Otro round de 2 minutos y medio. Increíble. Vamos a la pausa. はい、これが実際の採点表なんですけれども、これ意外と三審判ともはっきり分かれてるんだなって感じしますね。1ラウンドから9ラウンドまでは、この3人は工藤さんが優勢だってやってるんですね。1ラウンドから9ラウンドまで落としたラウンドほとんどないっていう採点ですね。だけど10ラウンド以降は、工藤さんが落として、ゴンサレスは落としてないよっていう内容ですね。ただこの試合の記事だと、前半は、まああんまりエンジンかかってないけれども、工藤さんが終始攻めてると。先手を取ってると。ではパンチは当たらない。で、中盤過ぎからゴンサレスがうまさを出してきたって言ってますけれど、中盤過ぎだから6ラウンド、7ラウンドぐらいから、
ポイント取ってるのかなと思ったら、まあ、挑戦者陣営はポイントを取ってると思ってたんでしょうけれど、それがポイントには反映されてないって感じですね。特にこの副審のベローカルさんは、5ラウンドから8ラウンドまでは全部10対9でゴンサレスは取られてるよって採点してますね。この辺は何だろう。テクニシャンにありがちなパンチを外して外してっていう時間が長すぎて、攻撃に転じてないからっていうことですかね。工藤さんのパンチは全然当たらないんだけど、彼の方がアグレッシブな点でポイントを取れると。取ってるぞという採点ですかね。この辺がちょっとは動画がないんでね、何とも言えないですね。なので、この辺、実際にご覧になられた方、この試合見てどうだったのかっていうのをちょっと知りたいですね。自分がボクシング見始めて、え?っていう判定、いくつかありますけど、なんだろう。渡嘉敷、ルペマデラとか、ですか?あるいは、トモリ・タダシ、サパタ第1戦目とか、かなぁ、世界戦だと。あるいは、絶対おかしいだろうっていう、頼む策、オニジカ戦、1戦目、2戦目とか、匹敵するような判定だったのか、ちょっと知りたいので、いやー、あの試合は、工藤の勝ちでもまあいいんだよ、なのか、とんでもないよ、なのか、知ってる方いらっしゃったら、コメントいただきたいです。はい、ありがとうございます。